オペック石油輸出国機構と非加盟の産油国で構成する。opec プラスは1日原油の協調減産の規模を5月から段階的に縮小することで合意しました。opec プラスは1日オンライン会合を開き、産油量を5月から7月まで毎月3。5万から40万バレル程度増やす計画で合意しました。 また、サウジアラビアが実施している日量100万バレルの自主的な追加減産も縮小する方針です。世界で新型コロナウイルスワクチンの接種が進み、原油の需要増加が見込まれるためだとしています。日本では18週以上ガソリンの値上がりが続く中、減産縮小でガソリン価格の上昇を落ち着かせる可能性もあります。